あいつじゃないか。あ、メディアム、やっぱり。メディアムって結構狙い目なんじゃないか、おい。どうも、かずきです。ハンターやっていきましょう。うん、今日はちゃんと声が出るね。これでも出てる方。さあ、で、今日の、てかね、これミッションさ、ミッションか。このサイドミッション全然出えへんなーって思って、これのシルバーリッジピークスのストアページを見たら、なんとサイドミッションがないみたいやね、これ。やっべえぞ。どうすんの。で、そろそろミッションも終わりに近づいとるんですよ。今回は多分まだ終わらんけどね。じゃあとりあえずそんな不安も抱きつつ、ゴーストタウンに行きましょう。ゴーストタウンはここから2キロやね。よし、今日も足腰ボロボロにして粉々にしていこう。あいつじゃないか。あ、メディアム、やっぱり。メディアムって結構狙い目なんじゃないか。おい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 、致命ヒットしたな。よしよしよし、メディアムは結構狙い目やろ。早くもダイヤモンドか。あれ、あの子ってベリーハードとレジェンダリーからやった。さあ、これがメディアムの角ですけれども、これは早くもダイヤモンドか。おい、ロッキーマウンテンエルク、この間ベリーイージー勝ってこんな立派やのにって言ってたから、どうやろう。さあ来い。おっ、えぐい。これはすごいね。早くもなんかこんなでっかいやつのいただいちゃってありがとうございます。左肺右肺でなかなか逃げたね。まあ、あの、突進してきた時に双眼鏡で確認した偶然メディアムやって、これ狙い目なんじゃないかって思ったんやけど、白いな、ライトグレー。やったぜ、ありがたいぜ。保存保存、ありがとうございます。ほい、いやー、ついてるわー、今日はついてるわー。なんね、めっちゃおるやん。いやー、もう君らは見逃すよ。もうお前も見逃すよ。もう用はないから。ダイヤモンドさえ取れりゃもう用はねえから。あ、あれか。夜やから目が悪いんか、この子ら。さあ、じゃあ、急いでね。ゴーストタウンに行こう。おお、どうした、いきなり。誰か、あー、俺アウトポスト解放するの忘れてた。ショック。ちょ、いきなり話しかけないでよ。もう今俺ダイヤモンド買って興奮してるんやから。おい、着きましたよ。なんだか嫌な予感がする。ピューマ、どうした。ここもやられたのか。畜生、何、やっぱこうなるよね。お？あ、結構イカれてんな。で、何をせえって。任意の動物の死骸の写真を撮る車庫の中へ。じゃあ写真撮ろっか。ちょ、暗いんですけども。はい。ほい。で、車庫やな。車庫、車庫。エビ、エビ。車庫ってどこ？ここ？車庫って。エンドハンティング、now！ もう、動物を狩るなって言ってんのか？それは無理やで。一通り見たけど、多分これしかないよな、車庫って。で、エンドハンティング、now やからさ。これしかわからんでしょ。文書の写真を撮るやろ。え、あかん。これ車庫じゃないの。これ車庫じゃなかったら何？なや？暗いからわからへんの。明るくしたいな。さあ、ちょっと朝にして。で、多分こういうことか。やっぱりか。やっぱりそういうことか。謎は解けた。この全部のピューマの死骸の写真を撮らんとダメってことや。あ、これはもう撮った。あ？これはもういいの？なんかあの、ミッション終わった時のさ、あの、タンっていうやつ？あれがないとさ、次の項目に進めないじゃん、基本。だからこういうことかなって思ったけど、ピューマの写真は2個でいいの？
信じるで。これこれこれ、これもまだやろ。3番目 OK で、4番目、4番目。おいおいおい、またか、どれくらい時間がかかったんだ。これと、あと何やろ。4匹ぐらい死んでるよな。これはもう取ったし。ああ、取ってなかった。あ、誰か出ていったぞ、今。シャコやろ。犯人は武装してるぞ。いや、撃ち合うんかよ。そんなゲームじゃねえだろ。とりあえずやな。なになに？ああ、なるほどね。あの携帯電話やろ、これ。はい。で、車庫の中を調べて、あ、死にかけの動物の声でピューマを読んだと。エンドハンティングな。このピューマの写真を順番通りに正面から撮らなあかんみたいやね。とりあえず撮り方の説明としてね。分かった分かった、俺は説明をしたいから早く早く。はい、はい、出しといてください。これくらいのポーズで撮るといけるっぽい。いや、もうついに攻略かなんかを見なあかんかって思ったけど、このゲームあんま攻略とかでもう消えた。このゲームって攻略とかあんまないよね、多分。動物を、なんかすんげえ動物を狩るぜみたいなやつやったらあんねんけどね。それも楽しいけど全然。登れんかい。これ登れんぞ、おい。やばっ！あ、おい、出ると。え？どういうこと？ハリー・ポッターやん。3と2分の1番線やんけ、これ。何やねん、名前忘れてるさ。はいはい。次の便利屋は、発掘現場を掃、調査、道具小屋を調べる、線路探す、タイヤ痕を撮影ね。了解了解。行きますか。こっから2キロ地点ね。風向きはまあまあか。えらい橋まで来させられたな。ってことは、次はあっちってことね。了解。よっしゃ、ちょっと生きるぞ。危険な賭けに出るぞ。いけー！やー！頑張れ！頑張れ頑張れ頑張れ！いけるいける！おぉ！これすげえな。どうなってた今。一回転したよな。これはね、動物を狩るゲームとカーアクションゲームだな、これは。ちょっと、獲物が逃げちゃうんで、あんま車で行きたないんやけどね。もう2キロは遠いよ。お、不審者の情報を共有していた。短いレールの一塊と大きな枕木。ほうほう。歴史のあるレールを手に入れる機会。パーキー。ちょっと待って、視界が歪んでるこれ。Obviously, we had nothing to do with this exchange. So the question becomes, who on earth is Mr. Green? The cops were gonna ask me about it, but
But the guy was adamant that it all been signed off by this Mr. Green. グリーンさんがあれなんやな、絡んでんやな。おうおうおう、もうすぐそこっすね。何が何を調べろって言ってたっけ。あ、あれか、急に家が見えた。おい、この子なんか可愛いな、眉毛のとこが。なんかこんな顔のおっちゃんおるよな。目がクリッとしててさ、眉毛がなんか変な感じの。結構いますやん。いや、そこまで近づかな分からんのかよ、お前ら。七面鳥はあんだけ距離取ってんで。だいぶ距離取ってるよ、この子ら。さあさあさあ、探しましょう。痕跡を調べる。何を探すんやっけ。発掘現場調査ね。発掘現場。ここへ？ここも狙うと思った。何を盗んでいったんだ。で、開けないとわからんよ。ロック層。古い方の中古は大して金にならない。おら、逃げないタイプですか。なんかすごいな、リアルやな。うわ、こんなんなんや。よし、じゃあてめえは繁殖用にね、家畜として飼うことにしますね。はい、それでは次はどこやったっけ。すんません、ちょっとあの道具小屋の位置がねわからないんですけど、知りません。オタクすっごい鳩胸やね。道具小屋の位置がわからないんですよ。いや、そんなふんってせんといてよ。ふんってすな、おい。道具小屋ってあれじゃないのな、七面鳥。そう思うやろ、お前も。だ、ふんってすな、お前。道具小屋の位置がわからないんだよな。よし、じゃあこいつの背中に乗って飛んでいこう。はい、よろしく七面鳥の。いけ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 。これ頭のサイズおかしない？俺の手がなんかめっちゃちっちゃく見える。ほら、これおかしくない？俺なんかめっちゃちっちゃいやつになったみたいやん、これ。てか道具小屋ってマジであれやろ、違うの？周辺になんかある？あれは違うよな。写真ではこんな感じだ。道具小屋調査で調べる。周辺で線路？線路があるのか？ちょ、行ってくるわ、七面鳥。あのメスと仲良くやってくれ。あ、このな。じゃ。ちょっと待って、なんか終わった終わった。何何何何？いきなり終わった。もう録画してなかった。なんか、あの七面鳥にじゃあなって言った後、ここ走ったら終わったで。タイヤ痕の写真、これ、この微妙な、これわかるか、あんな痕跡もあんのに。じゃあ、はい、ってことはこう終わってたんやな、これ。あ、ロックダウン。こうゴーストタウンじゃないよね。こう小屋を調べて、で周辺で線路を探し当てたんかもしれへんけど、足跡と痕跡ね、これ。何を言うてるかちょっと自分でもわからんけど、唐突に終わるよね。不安定やな、まだまだ視界が歪んでる、これ。歪んでないな。南京錠を取ってこい。中に入ったらロッカーを探す。で、今日何やったっけ。ゴーストタウン、あとに、これとあと一個ぐらいやろっか。ゲート用の南京錠を広、ゲート閉めて鍵をかける。で、目的地は？お、すぐそこや。行きましょう。おう。南京錠ね。
軟禁状なんやな。あるかな軟禁状。あっとないとちょっと進まないんですがね、お話が。あ、あったな。よし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 。目的のゲートは GPS でわかるはずだ。あとは君のゲートを閉めるだけだ。あ、そうなんだ。ナンバー控えたな。やるね。カーソル邪魔や。見渡す限り木と山やね。草。草もある。よし。じゃあね、降りんのがめんどくさいんでね、ちょっと裏技を使いましてやな。よし。裏技を使ってスッと降りよう、もう。よっ！あかん。あれ、あかん。まずここに登れない？登られへんやないかい。じゃあちょ、ここにね、まず登ることができない。見えない壁があんのかな。ということで、もう階段もこうぐるぐるぐるやんのもめんどくさいんで、裏技を使ってこう降りよう。はい。スッと回復すれば死なないんでね。で、これはもうみんな知ってるかな。今更って感じかな。はいはい、やってまいりましたよ、ゲートまで。これこれをどうすんの。道路を使っては逃げる。あー、どういうことですか。怖っ。ちょっとだけ進んでみよう。動物の生存権を守る活動家の会というグループ。なんかめっちゃ怖いこれ。ロックダウンでまだこのタイムリーやね。いや、そんなことせんでもどっちにしろ逃げられねえじゃねえか、おい。罠やんけ、これ確実に。これ、人が死ぬぞ。ぶつかって。例の瞑想の山について連絡をくれた。ベイデンって誰やったっけ。ヨーギーやっけ。ヨガインストラクター。あいつはクマに食われたで完結したっけ。光に向かって走れ。ここから2キロ地点やね。次のミッションは内なる平穏、表のカオス。ベイデンが登ろうとしていた山はどれかが分かっている。今頃ベイデンは惨めな状態やろうし、参加者が追ってこうへんことも知らずにおるんや。ベイデンは孤立しとる。悪いことが起きる前に保護しましょう。まあ NPC に会えないあたりもこいつは昼飯、晩飯、朝飯やね。ウルスラさんの頂上、ベイデンの日誌、付近の手がかりを探すと。やっていこう。ん？今起きてる問題、親父と話した？管理人から完全に引退する。ああ。はいはい。ちょちょちょ歩こうか。イケボを聞きましょう。イケボを。えらい動物逃げていってんな。いやー、どうでしょうね、ベイデン。バイデンと似てるからな。これはホモ・サピエンスの足跡じゃないか。しかも、何？裸足？
ベイダーのもうヨガマットだのなんだの。いや、なんでこんなとこ来たん。普通に道路あったやろ。道路に沿ってアウトポストかなんか見つけて助けを呼べよ。はい。ここで歩けば全くなくもそうですよ。で、お気に入り水筒をなくした。クマから逃げた。あ、クマから逃げたんや。水筒をクマの鼻に叩きつけたのは悪い。エアフォンの、アパールのみんなは、私が野生動物に水筒を投げつけたとしたらどう思うだ。知らんがな。知らんがな。それにしても参加者が遅い。待っとったやな。数時間何も飲んでない。我慢せ。引き返すことも考えておこう。はいはい。ベイデンの日誌を調べたよ。これは？いや、お前持っていけよ、これ。置いてくなっつうの。よし、じゃあ、ホモサピエンスの足跡を追いましょう。ダイヤモンドかな？このホモサピエンスは。え？クマに変わっとるやないかい。クマに変わっとるやないかい、こら。ベイデンの方へ向かっている。ってことは？捜索は警察の管轄、僕らはしばらく待つ。今頃はボロボロだろうがなんでしょうね。ああ、やられてますね。ああ、RIP ベイデン。残念。ね、あとちょっとやったけど。ってことは、その人間の味を知ってしまったらクマは狩らなきゃダメだよ。気分はもう慣れてますね。あの、狼にやられたやつも見てるんで。バイデン。バーデン。うん。何々デンってやつはもう死んじゃうのかな。死ぬ定めにあんのか。はい、終わりましたと。次、セットアップ。できると思うかな。やらなあかんねんて。やらなしゃあないの。ベイデンのアウトポスト。ん？ベイデンの死は悲願。やっぱり死んどったんだ、やっぱり。ベイデンアウトポストで、多分これやね。彼女が泊まる予定だったアウトポストに行ってほしい。はいはいはい。ということで、え？ベイデンのアウト、ここやな、ここやん。めっちゃ遠いやん。ちょ、これ気になるから、これを後で行って、とりあえず今日はこの辺でね、終わっときましょう。いや、今日はダイヤモンドのね、エルクを狩れて、なかなか嬉しかったな。あの、スッと出てくるんやな。ほんまに。探しても出てこへんねんけどね。探してない時に限ってああいうのが出てくるという。あるあるなのかな、これは。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりまして、次セットアップから、ベイダーのアウトポストを訪れるから頑張っていきましょう。それでは。